はい、速稼塾の久保です。第2弾特別定額給付金の動画にコメントいただきましてありがとうございました。皆様の現実、そしていろんなね、苦しみがこうやって私のところに集まってきてですね、私もますますね、意欲満点でございます。今回いただいたコメントは84件でした。一件一件見てますからね。そしてこれから動画で返信させていただきます。タイピングでの返信がちょっと追いつかなくなってきたんで、一件一件読みながらコメントに返信をしていきますね。画面切り替えますんで一緒に見ていきましょう。まずは誰かな。はい、瀬川淳子さん。あ、どうもどうも。久保さんいつもありがとうございます。昨日も、菅総理は休みかもしれませんけども、今日もメールしています。本当、国民の声聞けよって話ですよね。ガースなんて言ってる場合か。何人鍋に殺せば気が済むのでしょうね。政治の失策が国民を苦しめてます。これでいいんでしょうか、本当にね。ポリポリさん、確かにその通り。一番苦労しているのは医療従事者の方々。助けられる人は後回しにしてコロナ優先、休暇取れなくて対応しているのにボーナスカット。これが一番おかしいですよね。実際そうなんですかね。医療従事者の方、YouTube を見る余裕がないことはないぐらいね、頑張ってらっしゃると思いますけども、もしお気づきのことがあったら教えてください。上田さん、健太郎さん、本当にその通りです。国民一人一人の声が大切です。頑張りましょう。頑張りますよ。これからもますますやっていきますからね。松岡さん、あ、いつもありがとうございます。おはようございます、久保先生。今日メール見ましやたみたばかみたいなこと言ってる方がいるみたいですね。あ、今日メール見ましたが、バカみたいなこと言ってる方がいましたね、ということでございます。くじけないです。もうね、どんなことももう自分のエネルギーに変えていきます。はい、次、 UX さん。現代の百姓一揆ネット。はい、もうそんな気持ちですよ。私はね、一揆を起こす気持ちでやってますよ。岩下さん、ガースではひどすぎますね。あの言葉から始まった瞬間に、この人には民衆の心は届かないって思ってしまいました。こんな時代にで終わらせてはいけないですね。まだまだ地道攻撃していきましょう。私たちにね、残された手段は少ないですから、それすらやらなくなると打つ手はなしになります。やれることはやっていきましょう。ちゃんまさん、日本国民は脳が思考停止にされてしまっているのでしょうがない。あら、生活保護など責めても意味がない。すべては政府が原因でこんな社会になっている。政府、警察、司法、選挙も食品も法律ももろともこの国はすべてが信用できない。ね、私の YouTube も多分信用してらっしゃらないと思いますね。信用できないってのは本当つらいですよね、ちゃんまさん。はい、江口さん、人道支援を考えると低所得者は特別給付金は必要でしょう。はい、佐賀県の昨年度ボーナス民間平均が27万ですので、今年度年末ボーナスが佐賀銀行から発表されると理解できます。どれだけ落ち込みがあるかにもなりますから、下がる可能性が高い。地方の経済効果を考えると、特別給付金を配り、地元で消費してくれると地域の経済効果が伸びる。おっしゃる通りでございます。やっぱりね、デフレって何で起きるかっていうと、やっぱお金がない、もしくはお金があっても使うところがないってことになりますから、やっぱりね、使いたくなるような政策も必要ですし、そしてね、現ナマ、これをね、所得の低いところに突っ込んでいかないと、所得の低い人はもうね、使えないわけですから。だから使ってねっていう形で、お金とかクーポンとかを配って消費を活性化させると、そこで買っていただいた会社も儲かるんで、給料が出る、ボーナスが上がるってことになりますよね。大々駅さん、給付金の予算取っておいてるってなんやねん。これですよ。給付金は必要ならば出すみたいな感じで言ってましたよね。今必要だっちゅん、何が分からんってことですよね。菩薩さん、公務員人数政治家を減らせ、政党助成金いらないと思いますね。国会議員のボーナス廃止返納せよ。自分は特別給付金を一律支給するように、1日1回首相官邸にメールをして、できる限り支援するように、支給するように頑張ってメールします。久保さん、本当にいつもありがとうございます。いやいや、お互い頑張っていきましょうよ。で、この前ね、丸山穂高議員が、ボーナス300万出たよと、で、税金が百何十万とかで、手取りが180万ぐらいになるよみたいなことね、そんなこと話されてました。その後なんですよ。あんまり皆さんね、発信されてる方はいなかったみたいですけども、丸山穂高さんって、そのボーナスをツイッター見てる人に配ったりとかね、その他どっかインスタグラムに配ったりとかしてるみたいですよ。そんなこと言ってましたよ。詳しくはね、分かんないんですけど、私もその時1回見た限りなんで。どうもね、丸山穂高さんはボーナスを、なんかその近所の飲食店の、ちょっと今コロナで打撃受けてるところでね、豪遊するみたいなことをやってたりとか、とにかくボーナスは全部国民のために使うみたいなことを言われてましたね。いや、素晴らしいじゃないですか。どっかの河合案里さんとかね、河合克行さんは、牢屋に行って一回も仕事してないのにボーナス入ってるわけですよ。給料も入ってるんですよ。許せないですね。はい、桜ママさん。
もうすぐ年末、その前に何とかしてもらいたい。年越せない人も出てくる、きっと。そんなんで犯罪者増えても困る。もっと真剣になってほしい。特に2人に、田さんは特にですね、うん、このね、犯罪増えていて、今日も放送したんですけども、中古車買い取りますみたいなチラシを車にワイパーに刺しといてね、それが1週間ぐらいそのチラシが抜き取られていないと、この車は盗んでも誰もわからないって形で盗んじゃうみたいなんですよね。犯罪多くなりますよね。カトリアさん、久保さん、ありがとうございます。悔しいですね。でも私は諦めません。しんどくなったら山本太郎の演説聞いてほっとしてます。まだまだ頑張ります。頑張りましょう。山本太郎さんの演説元気出ますよね。浅香はじめさん、久保さん、ご苦労様です。久保さん、私はできる限り久保さんを応援します。お、ありがとうございます。しかし、アンリ議員の旦那、元法務大臣も所詮、表裏がある人間ですよ。しかし久保さん、誰を信じているのか分かりません。では久保さん、お互いにコロナに気をつけて頑張りましょう。はい、誰を信じているか分かりませんよね。だから信じる人を自分で決めて、もうその信じる人がね、そうじゃなかったと思ったら、恨み節じゃなくて自分の見る目がまだなかったなということで、うん、やっぱりね、他者ってね、信じるのはすごく難しいです。もっと言えば、自分のことすら信じるのってのは本当困難なんですよね。幼い頃に、大人になったらこうなるぞって言って強く信念を持った自分だったはずなのに、いつの間にかそうなってなかったりするところを見ると、自分ですら信用できないなみたいなことになっちゃいますから、まあでもね、気軽に、人っていうのは考えが変わると、目標がなかなか達成できない、そういうふうなお互い様なんだなっていうことで、まあある意味ね、自分も他人も許し合う気持ちも必要なのかなと思っちゃいますけどね。はい、ケンさん、日本国憲法15条ですね、公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の利権である。すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。そう、この辺ですよ、この辺。はい、この辺をやっぱりね、読んでいきましょう。あ、桜井月さん、あ、憲法わかるんですか、説得力ありますね。ぜひ政治家になりませんか。ぜひね、桜井月さんも政治家を目指してみてください。まずは町内会長とかね、市議会議員とか、身近なところからやってみてはいかがですかね。おっしゃる通りです。何回もつぶやいています。はい、ゼロチャンネルさん、久保さん、先日早速ありがとうございました。本当そう思います。はい、ゼロチャンネルさんの方にもね、伺いましたんでね、また動画アップロードしてみてくださいね。チャンネル登録1000人とりあえず目指していきましょう。外務省さん、おお、面白い名前ですね。議員一人として決議報酬、減額すると聞いたことがない。実はこれね、結構してるんですよ。わざわざ言わないんですよ、奥ゆかしくって。自分の給料を返納してる方っていうのは、それをね、維新の会みたいに、はい、給料削減しましたって PR に生かすんじゃなくて、こっそりやってるんですよ。まあ、だからそういう人をね、見つけていくといいですよね。昨日丸山穂高さんの動画見たら、そんなことをしてましたからね。フルーツポンチちゃん、ガースに、わずかな期待込め、イライラの日々です。置物にしたって日本国民を背負って立つ総理大臣だということを忘れてもらったら困るんですかね。私たちがね、思い出させるために官邸にメールをどんどん打ちましょう。静岡のお茶さん、12月ももうすぐ半分だよ。今年乗り切れない人たちって相当いるよ。自分は介護職やってるけど、今年の夏あたりからホテル業や建築業で仕事なくなって、こっちの世界に入ってくる人続出してるけど、みんな苦労してるよということで、お、静岡のお茶さんね、介護職ってのも本当に感染リスク高い中、本当にご苦労様でございます。介護の仕事現場にも今こそね、手厚い支援をお願いしたいところでございますけれども、所管している田原厚労大臣はもう終わってますね。本当にね、ああいう人がね、所管をしていると業界全体が貧乏になるばっかりで、給料も出ないし、なんか仕事するの疲れ切ってきますよね。だからこそ田村厚労大臣のところにも私は苦情のメールを送り続けます。この野郎って感じでね、頑張っていきましょう。クリスタルソーダさん、どうせこの腐り切った世界は何度も何度も同じ過ちを繰り返して、私たち国民を苦しめるに決まってます。私たち国民に幸せは絶対に訪れない、うん、こんなスクラップ同然の世界で生きるぐらいなら踏んでほしくなかった。まあ、そういうお気持ちもわかりますね、うん。まあ、なんとかね、ここから突破口を見出すしかないのかなと思います。で、まあ、ここにね、クリスタルソーダさんも本当素直な気持ち書いてくださってると思いますし、同じ気持ちの方もいると思うんですよ。例えば吉尾さんもその通りですって書いてますけども、多分そうなんじゃないですかね。まあ、ですんでね、協力し合うことなんですよね、私たちはね。私たちは持てるものが少ないんですよ、持ち物が少ない。だから協力して一点集中でね、一つずつぶち破っていくしかないのかなと思います。具体的な方法は私はまだね、思いつかないですけども、ただ今できることっていうのは、権力者にね、きちんと声を届けること、その声がでかいよってことをね、知らしめるためにも、皆さんのコメントが私の活動の役に立ってます。ありがとうございます。はい、お兄さん、ガースって冗談言ってる場合じゃないですよね、国民の命がかかってるんだからね。
国会活動をしっかりやっていない議員はボーナスカット、居眠りこいている議員もボーナスカット、税金を無駄に使わないでほしい。その通りです。本当にもっともっと言ってください。ナミさん、ニコ生で給付金用意はしてあると思ってる。あ、言ってました、言ってましたよね、言ってましたけども、これなんですよ。用意するだけして必要だと思ったら使うっていうことも言ってますけども、もう必要なんだよ、国民は必要だって、当事者は必要だと思ってるんだよって話ですよね。だから当事者の声をもっともっと届けていって、あ、みんな必要って言ってるよねっていうふうに感じさせないといけないのかなと思います。はい、イエモンさん、菅君、なぜ呼ばれたか分かってるかね。今日は君限りでクビだ、違う、今日限りで君はクビだ、荷物をまとめて埼玉へ、という一コマ漫画を思いついた傑作でございます。また書いてください、ありがとうございます。ゆかさん、政治家の人のすべてボーナス返納してもらいたいです。そして政治家の人に行くはずだったボーナスは国民の人に特別給付資金出してほしい。待たすだけ待たして国民を騙すのだから、ペナルティとして、国民50万から100万円出してもらいたいですね。それを 2,3 年続けてほしいと思います。こういう要求もね、ぜひ上げていきましょう。お怒りはごもっともでございます。で、政治家の方っていうのは、本当にね、自分の歳費を近くのお店でね、わざわざ使いに行ったりとか、実際にお金を配ったりとかしてる人もね、やっぱいるんですよね。私たちはそういう人に気づいていないんで、せっかくそういうふうな自分のもらった給料をね、ばらまいてる政治家さんも、気づかれないとやっぱりね、意欲がなくなっていくのかなというところもありますんで、そういった方はやっぱ応援していきたいなと思います。こちらの方は何て読むのか分かりません、すみません。ひろあきさんですか。えらい、右に習え。私も右に習います。横浜ラブさん、国民ができることは官邸や政党事務所にメールをすることと、どうしても支給されないなら今後自民党は必要ないし選挙で落とすしかないです。おっしゃる通りでございます。もう自民党の事務所にもね、行く感じですよ。おっしゃる通りです、本当に。秋広さんもね、同じように感じてくださってますね。はい、次、たけるさん、たけるさんね、久保さん以外に給付金をアップしてくださる方はたくさんいましたね。でも今は、タイトル変えたり、あ、なるほど、久保さん以外に給付金の動画をアップしている人はたくさんいたと。でも今はタイトル変えたり、一切給付金に触れたりしていません。ああ、なるほどね。本気度がなかったんだとスルーしています。私も年内なのか来年なのか分かりませんが、給付金の希望を捨てていません。今、電卓を叩きながら、あまりの手持ちのお金のなさのため、ため息が出ました。クリスマスだ、お正月だ、なんて言えないなと。何を削り、何を先に支払いしたのがいいか考えてます。だから給付金が必要です。私も諦めていません。知り合いの公明党の学会員の人は、その後、何の連絡もありません。まあ、選挙の結果は楽しみですが、このコロナや久保さんとの出会いで、国会中継や議員さんのことをよく注意しながら見たり聞いたりするようになりました。これ大事ですよ。コメンテーターもそうです。信用できるのかできないのか、人間観測も勉強になります。本当これ大事なんですよ。今後も私は私のできることで声を上げ行動したいと思っています。久保さん、私の知らない情報などここにアップしてください。私は諦めません。わかりました。お任せください。これからも。もう一件読ませていただきますね。自民党の石破議員のメール調べてメッセージを送りました。あと自民党お友達メール追加し、メールでやり取りしています。これからもね、呼びかけていきましょうね。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、まだまだコメントありますけども、ここまでで、15分ぐらい喋ったかなと思います。10分ぐらいですかね。皆さんの声ね、しっかりと私ね、胸に届いてますからね。これからもコメント、どんどんお寄せください。それでは、一旦失礼します。一旦です。では、コメント返しの続きいきます。では、画面を切り替えてくださいね。はい、今日はね、ゆかりさんからですね。お疲れ様です。久保さんの YouTube でつながっているみんなで諦めずに訴え続けていけたら嬉しいです。思い、願いが大きくなれば、いつかは報われる日が来ると信じて。本当その通りですね。とにかくこの道を歩いていきたいなと思ってます。としちゃん、私が政治家を突き詰めたいわ。何もかも緩んでる。困っている国民を知れ。ボンクラどもが。ということでね。まあそういう気持ちの方が政治家になっていただくと本当いいですけどね。田口さん。感染者が増殖しているのは特に、菅政権や麻生財務大臣、ちゃんと報道しない人とか、そのせいで大変なことになっているのに知らん顔してる。毎日同じ報道ばっか打つになってくる。国民は手洗い、うがい、アルコール消毒はするし、あと保証金は出ないし、この出来損ないが、菅政権及び政治家マスコミ、この野郎みたいな感じで怒ってますね。私たちはね、できることはやってるつもりなんですけどもね。で、あとはちょっと正味ね、お金くれないとやる気にならないっていうか、やることもできないですよね。
トシちゃん、その通りだ。雇っているのは国民だ。国民いての政治家。そうですね。国民を舐めてるのか。もう本当その通りですよ。トシちゃん、もっともっと怒りぶつけてくださいね。さあ、辻さん。給付金を出さないなら、せめて GoTo をやめろ。ね。今でもやめてから、医療が足りない都道府県に、最悪隣の都道府県に応援を求めるのに、このままだと全国足りなくなってしまって自衛隊を使わないように考えろということでございます。自衛隊のね、リソースを割くとね、有事の際に対応できなくなります。ただでさえね、ちょっときな臭い匂いがしてきて、隣国が何かを仕掛けてくるような気がします。そんな年末年始ですよ。チョイマンさん、久保さんこんにちは。いつもお疲れ様です。説得力のある元大阪市長の橋下徹さんに、ガースーと麻生に早く給付金を出すようにガツンと言ってもらうのはどうでしょうか。それはその通りでございますね。橋下さんにね、お願いしましょうかね。橋下さん今、一般人ですけども、お願いできるかもしれないですね。橋下徹さんの事務所に連絡ですね。 OK。 吉田和子さん、私も何度もメール送ってますが反応はなく、菅総理に国民の方全く見ない方、虚しい気分になってしまう。虚しい気分になりますよね。だから結局ね、権力者の方っていうのは無視してれば黙るだろうって感じなんですよ。で、無視していれば黙ってしまう国民はほっといて、永遠と呼びかけてくる、いわゆるロビー活動が強い方になびくということなんですよね。はい。草加さん、国会議員はよくボーナスを受け取りましたね。この金を医療従事者に使ってくださいと、できないものかね、一人もいませんね。これね、いるんですよ、草加さん。私たちがね、気づいてないだけなんですよ。で、私はこういうところに寄付しましたよって大々的に言う人は、維新の会みたいに信用できないんですよ。こっそりと誰にも気づかれないように、いろんなところに分配している、その国会議員さんを私たちは探して、その人を応援しないといけないかなと思ってますね。草加さん、もうこうなっては1回の給付金では間に合いません。国民1人当たり毎月10万、これ山本太郎さんが言ってますよね。144兆円あればできるということらしいんですよ。山本太郎さんを応援しましょう。太郎さん、国会議員の中に水戸黄門はいないぞ。ということで、水戸黄門ね、いないことはないんですけどね、やっぱり私たち国民が気づかなすぎるんですよ。だから気づいてあげれないから、その国会議員さんも、なかなかね、政治地盤ができないってことなんでしょうね。はい、おさむさん、今国会議員は人殺し。あまりね、足ざまに言うと真面目にやってる人まで、だったらいいよってなっちゃうんで、国会議員を一律に言うのは私はね、ちょっとあまり言い過ぎかなと思います。本当にね、立派な方いらっしゃるんで、数少ないですけどね、その方を私たちが見つけていきましょうと思います。恵子さん、本当にその通りです。希望を持つことも生きれるエネルギーだと思います。久保さんありがとうございます。とんでもございません。お互い頑張りましょう。桜月さんね、桜月さんいつもありがとうございます。1963さん、菅はここまでバカだと思えない。凡人ではわからない、何か裏があるのではと思ったけど、今のところ何もない。はい、そうですね、何もないですね。桜月さん、なんだかわからないけど自分もしつこくやる、なんだかもうわからないけどしつこく諦めないぞ、私もしつこくやりますよ。ティンティンさん、久保さんいつもありがとうございます。こちらこそでございます。5万でも10万でも100万でも、スモールラビットさんいつもありがとうございます。あ、モアがあるな。もし出していただければ個人的にはかなり助かります。ニコニコつまらなそうなんで見てないと。 GoTo は散々 お金を投入している。私たち個人には税金払いとだけ、自衛隊も軍隊にしてしまえばよいのに。米中煽りすぎてコロナ云々よりも怖いことが今後あるかもしれません。そうですよ、きっと戦争始まったら私たち置き去り、自分たちだけ逃げるんじゃないですかね。これもその通りですよね。ちなみに最近我が家の主の働く飲食店に70代くらいのおじいちゃんがバイトで雇われたそうです。でもなかなか仕事がきついのか、同じバイトの人からブチブチ言われながらどうにか働いているようですが、高齢でも働かないといけない日本どうなっちゃうんでしょうか。岡田先生ね、それから大谷クリニックの先生ね、思い出しました、ありがとうございます。どうしたんでしょうかね。足立さん、菅知事はダメ、国会もただの老人ホーム。私も老人ホームにメール送ってますよ、読んでもないだろうが。久保さんお疲れ様です。久保さんの意見に大賛成、ありがとうございます。じゃあもう一件読まさせていただきましょうかね。給付金が出たらかなり助かりますということで、スーさんがおっしゃってくださってます。で、桜さん、分かった、頑張って、菅官邸、麻生財務大臣、メールも電話もしまくる、お金払いは助かるということでございます。まだまだね、皆さんからのコメント続いてますけども、今回はこのぐらいにさせていただきます。またね、すぐにやりますんでね、一旦失礼します。はい、おはようございます。ついにですね、
もう動画撮影が間に合わなくなってきたんで、音声とこの画面キャプチャーでお届けしたいと思います。コメント返しでございます。皆さん本当にありがとうございます。まずね、マークン・レオンさんからですね。でも結局、安倍総理の時の諸問題を、なあなあに済ました国民の責任。菅は、安倍路線を引き継ぐと言って受けた中継ぎ短期間総理。しかし、野党もおとなしいなと。まあ与野党とももらうボーナスは同じだもんね。蓮舫もおとなしいね。もう国会もとっくに閉会してるのにね。もう国会議員は正月休みかバカらしい。うん、確かにね、この辺じくじたるものがありますよね。国会って言ったって、私たちの声がどのくらい反映されてるのか、本当に悔しい思いをします。山本太郎さん、お、山本太郎さんですか、本当ですか。生活困窮者には無意味な GoTo をそこまでしたいですか。必ず選挙に行きましょう。選挙に行かないのは自民党に投票するのと同じです。その通りですね。え、皆さんこれ聞いてますか。自民党に投票するのと同じですよ。ジュニアさん、ダメ元で国民が声を上げていくのが大事。菅さん、口だけではこの国未来が絶対ないよ。自分も毎日政府への要望のメールをしています。はい、ダメ元でもやっていきましょう。足立さん、革命を起こすべきだと思う。はい、その通りです。足立さん、毎日官邸にメールします。どんどんやっていきましょうね。真子さん、公明党には失望しました。引きしなければならないという暴れ馬の手綱を話してしまった。公明党さんね、ほんとひどいですよね。公明党ね、公明党さんは自民党の二軍みたいな感じになってしまいましたから、もう公明党にはね、一票すら入れなくていいんじゃないですか。公明党はね、ほんとにね、この党を自民党の二軍にしてしまった、もうなんだろうな、ほんとにね、公明党にすらね、なんかこう、なんか気の毒ですね、公明党さんもね。ほんとこう思っちゃいますよ。自民党の二軍だっていうふうに思われちゃいますよ。本当はそうじゃないはずなんですよね。公明党さんが単独で政権持ってもいいはずなんですよ。そのぐらいの素晴らしいとこですからね。そして、創価学会員さんが支えてくださってるんですよ。これがどうもね、創価学会の方が公明党にお願いしますっていうことが、なんですかね、公明党を応援することが我々国民をね、なんかないがしろにしてることに直結してるわけなんですよ。だから創価学会の会員さんも苦しいんじゃないですかね。公明党に投票してもらって良くならないわけですから、今の状態だったら。それはね、怒られますよね。選挙お願いしますって言っても、あんたらのせいで私の暮らしバラバラだってね、怒られちゃうんじゃないかなと思いますよね。まあ公明党の方とかね、創価学会員さんの方には直接の罪はないんで、ちょっとその辺ね、皆さん優しく優しく、仲間ですからね。自民党の政策が悪いわけなんですよね。いやでもちょっと憤りがありますね、その辺はね。はい、みえさん、久保さんこんばんは。おっしゃってること同感いたします。私の父は27歳で第二次大戦で亡くなりました。ああ、そうなったんですね。今の日本がとんでもない政府のため、国民がひどい目に遭っています。父の死を無駄にしてもらいたくないです。その通りです。国民がもっと幸せに暮らせる日本になってもらえないかと思ってます。久保さんの動画いつも楽しみにしてます。え、本当ですか。わかりました、ありがとうございます。あなたのような若い人が日本にいることを嬉しく思います。ありがとうございます。ああ、三重さんね、戦争でお亡くなりになったお父さんお持ちの方ですね。ということは、私がね、若い方に見えてしまうということですね。私ももうすぐ50でございますんで、でもまだまだね、三重さんの気持ちをしっかりと受け止めて、これからも、ね、できることやっていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。Lさん、菅はダメだ。菅はダメだ。その通り、私も同じ言葉しか出ません。これ、えなりさん、なりなりエリチンさん。今回コロナでどの政治家が国民のことをまず考えてくれている人なのか、全然考えてくれない人なのか、奮い出された気がします。国民の人たちも今回の国民に対する扱いを踏まえて、もっと政治に興味を持って選挙に行ってほしい。私もそう思うんですよね。ありがとうございます。また書いてくださいね、えなりさん。さくらさん、自分は噴火しそうなので一律給付金1人50万で悪態ついたメールを送ってやりましたね。爆弾メールってやつですね。やーやーさん、このままいけば生活するために犯罪する人が出てくる。その通り。農作物の窃盗や詐欺、自殺者増加、国民の生活や命を守る菅総理が言った何一つ達成していない。逆に人殺し、見殺し、餓死している。いや、このね、国民の命を預かってるって意識を持ってもらいたいよね、本当。 M さん、提言と検討のループうんざりする。今回、国会、県議は居眠りしても金がもらえる。
もう国民全員公務員になるしかないですね。村田さん、自民党公明党には来年の選挙は落選しろ。これね、ほんとね、だからとりあえず自民党の今の形ではね、国民は浮かばれないですよ。岩崎さんですかね、村上さん、私も諦めない、娘の分まで、お金毎日かき集め、ギリギリ集めている。国民がいないと税金もなくなるでしょ。アンリーさんにお金渡すぐらいなら同じ金額配れ。もう顔も見たくない。今日も官邸にメールしました。今日は豆腐久しぶりに食べました。辛いですよね。あ、ゆかりさんもね、関わり持ってくださってますね。ありがとうございます。私も毎日切り詰めて頑張ってます。切り干し大根おすすめですよ。共にコツコツ信じて頑張っていきましょう。いつになったら私たちはね、本当に自分らしい暮らしを送れるんでしょうか。はい、杉田さん、給付金になるには緊急事態宣言だと思います。確かにそうですね。配りたくないから絶対出さないと思います。これもその通りだと思います。緊急事態宣言ね、本当唯一の救いというか、緊急事態宣言も困ったもんですけどね。どうなっちゃうんですかね、これからね。レナコさん、久保さんこんばんは。菅とか国会議員のやつらに本当ムカつきます。なんなら久保さんが総理大臣になってほしいです。総理大臣してください。その前に山本太郎さんがなるかもしれないですね、私がいくら頑張ってもね。まあでもお気持ちありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よしよし坊さん、昨年 JR 小岩駅近くフラワーロードに、平沢勝栄氏事務所開きしていましたよ。サマットスーパーの近くに事務所、男の人いましたから私がお話しました。国民に特別給付金10万1回で終わりは納得してませんから、このようなことならあなた方自民党はものすごく落選者増えるだろう。いや、ならば第2弾にやるように菅総理へ、やらないなら選挙はまず、衆議院は応援はしないだろうと私は言いました。よく言ってくださいました。最後には一言言いましたよ。何やってんだよ自民党は、とグッドですよ。そういうふうにね、もうチクチクやってくださいよ。もう吉坊さん、タダさん、久保さんのおっしゃってる通り、一体何のため、誰のため政治をやってるんだと思います。日本政府に言いたいことがあります。日本国民すべてに経済難民を実行しろ、何こう、まあ救済しろってことですね。本日も官邸メールします。どんどんやっていきましょう。だんだん官邸のメールも増えてきたんじゃないですか。アギツキレイさん、病気療養中なので100万欲しいです。今までも何度に官邸メール送ったりしますが、ぜひね、周りの人にもメール送ってもらってください。所詮ね、まだね、数少ないんですよ、やっぱり。どう考えてもね、これね、100万人ぐらいじゃ足りないですから、1000万人、2000万人の人が官邸にメールを毎日ぶち込んでいくと、さすがに動くと思いますよ。秘書さん、世の現状知ってるなら、間違ってもガースとか本人が言うべきじゃない。はい。本人が判断しなければならないのですよ。ふざけてますよね、と。次期衆議院議員は実態に、絶対に投票しませんと。自民公明には。ね、菅さんね、他の自民党の党員とか、公明党さんにも迷惑かけてますよ、あなたの態度が。っていうことですよね。ケースさん、あなたの思っていることは私の考えていることと同じです。お、私もだいぶあっちこっち連絡しています。12月末まで頑張って連絡をし続けます。恐縮でございます。ケースさん、これからも一緒に頑張っていきましょう。レッドリボン軍16ですか?RB16。支持率を下げて世論で動かせるしか方法はない。お、結構ね、グッドが25もつきましたね、これでね。メグさん、久保さんいつもありがとうございます。本当にそうですよ。菅さんにはもっと強く言ってほしかったです。公明党にはがっかりです。超がっかりです。ねえ、ほんと。真鍋さん、ええこと言うなーって、関西からありがとうございます。これからも、なるべくいいことを言っていきたいですね。田中さん、私も総理官邸にメールを送っていますが、ただ私は久保さんみたくずっと根気よくできていません。今問題になっている国会議員のあんまり、アンリ、夫妻、犯罪者なのにボーナスもらえるとかどうなってますよ、この国は。はい、ね、できる時にやればよろしいかと思います。疲れたら休んでください。それしかないです。これね、いやいややるもんではないですからね。気分が乗ってきた時やりましょう。私は毎日気分が乗ってる、ただそれだけのことなんですけどもね。はい、亀吉さん。私もまだまだ諦めませんよ、と。いつもありがとうございます。励まされますよ、もう亀吉さん。山中さん。久保さん、こんにちは。国会に国民の声届き夜ですかね。諦めたくないけど、だんだん虚しく思えてきました。目の前でガースに言いたいです。私もね、目の前にね、菅総理がいたらね、もう本当にね、胸ぐらつかむぐらいの勢いですね。最後もう一件ですね。ありがとうございます。ダイキンさん。久保さんは多分、給付金なんて必要ない人なのに、これだけ活動してくれてることに感謝しています。僕も必要ですが、困ってる人のためにも、発信続けたいと思います。っていうか、スカボンタンの舐めている正直ムカつくからもあります。まだ、諦めず声を上げてる人と一緒にやれることだけはやる。
私も法律ねじ曲げてでも年内国民に給付しろと言いたいです。これだけひどい状況にしたのはスカポンタン政権がほったらかしたから、だからこそ無理やりにでもやるべきだと思います。いや本当にそうですね。私もね本当にね常日頃からそう思ってますよ。でちょっとすいませんね、もう一個ねコメントがあるんですけども、あこれつるっぱげのフォロー爆笑ということで大吉さんはい、ということで、コメントは全部読みやりました。84件に全部返信しましたよね。動画は3本になっちゃいましたけども、皆さんのコメント私のところにしっかり届いてますからね。すいません、今回は音声と動画キャプチャーだけになりますけども、皆さんのことしっかり見えてますからね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。